先ほど、副市長、から、挨拶の言葉、いろいろその記念すべき、節目になっていることもあって、実は私個人的にも、今年、記念すべき、一つの節目になる年なんですが、日本に来てから、24年になります。もう1年で四半世紀という言葉、使えるようになります。外国人を読んで日本語の学び方、実はあまり自分自身は外国人とちょっとこう実感してないっていうか、実感がなくなっているところであって、久しぶりにちょっと外国人、としてのその視点、ということも、踏まえた上で、日本語の学び方。で、実は私のテーマは、日本語の学び方っていうよりも、日本の学び方。ちょっとこだわって、日本の学び方。で、この日本の学び方とは何か、これからお話しさせていただきたいと思います。で、出身は、エジプトです。エジプトといえば、おそらく、皆さんは、古代エジプトとかですね、いろんな、多分歴史ものを連想、されるかと思います。で、母語はアラビア語です。その関係もあって、今日はこのアラビア語母語話者の効果的、日本語の習得の、多面的アプローチ、ちょっとかっこよく、タイトルをつけましたけれども、その多面的アプローチ、どこまで皆さんに、お伝えできるか、これから皆さんと一緒に何かいろいろ情報をシェアしていきたいと思います。で、まずは、私の、日本学び、なぜ日本学びという、言葉を、こだわったかと言いますと、おそらく最初は日本語を、誰と、みんな、他の外国の人と同じように日本語を学習を目指していましたけれども、やはり、年々、年を重ねていくうちに、日本で学ぶっていうよりも、日本から何かを学ぶと、そういう意識働くようになったと。日本で、24年間、住むとなると、もう、空気まで日本語で理解するっていうか、感じるっていうところまでなってくると思います。なので、当初のいわゆる日本語、ただこう学ぶだけではなく、日本そのものをですね、ある意味では、身につけると、というような思いで、この日本学びという話を、一応、選んだんですね。で、キーワード的には、なりますけれども、皆さん今ご覧になるようなキーワードが中心になりますが、まずは自分と、自分のバックグラウンドですね。今、大学の、今日教授をやっておりますけれども、もちろん、他の研究者と、同様に、日本で、当然、大学院で勉強をして、そして学位を取得して、そして、最後に、今のような職業に就いてるんですけども、ただ、そんなすんなりできた話ではない。ちょっとその過程の中で、ある意味では日本学び、というキーワードが、あります。で、あとはこの学習のその、つまり強調したい、いわゆるそのアプローチ的なところもちょっと話盛り込んでいきます。特に、インプットとアウトプットのバランスとかね、そのあたりも、自分が例えばこの日本語の学習に、取り組むとき、どんな、なんて言いますか、そのアプローチを使ったのかとか、それを踏まえた上で、日本語だけではなく、例えば英語を勉強するとか、外国語を勉強するとか、おそらくもしかして今日は、時間ちゃんと中で、クリアできたら新しいアプローチ紹介できるんじゃないかと、ちょっと、考えております。まずは、
まあ、この、最近、まあ、自分として、まあ、さっきも言ってますけど、実感的にはあんまり、なんて言いますか、外国人として日本でこう行動しているわけじゃないので、まあ、特に、なんて言いますか、自分の専門も、まあ、この顔をしているんですけれども、専門は日本研究です。なので、当然、日本のいろんな学問と論文、まあ、読んだり、書いたり、積極的に日本のいろんなこう言語、まあ、言語そうじゃないところの場面にも積極的に関わろうとしている。まあ、それが日本の学び。じゃあ、とこの通してですね、アラビア語母語話者の日本語学習者、まあ、最近、日本でいわゆる留学を目指して、そういう学習者が増えてきている。まあ、皆さんはご存じないかもしれないけれども、アラビア語圏、まあ、いわゆる中東アラブイスラム地域の学生が、実は結構、この10年間飛躍的に増えてます。まあ、増えている中で、各、まあ、いわゆるアカデミックの教育機関の受け入れ体制とか、それから研究の面でもその学生を対象としたこう指導あるいは教授法的なものとか、まあ、いろんな方面で、注目されています。バックグラウンドですね、ちょっとだけ自慢させていただくかなと思って、これもちょっと外国人らしい一面になります。執筆、まあ、どういう仕事をしているかで、まあ、もちろん大学の、まあ、一応教鞭を取っておりますが、私がやっている分野っていうのは対象研究、いわゆる言語を比較してその比較したこう内容を、応用的に例えば、アラビア語教育に応用できるとか日本語教育に応用できるとか、あるいは通訳とか翻訳とかで、さらに、まあ、研究、まあ、ずれてるわけじゃないけれども、いわゆるコミュニケーションと対話論、言語行動、という話、よくこう執筆しています。もしかしてこの中で、皆さんが中にこう読まれた本があるかもしれないけれども、まあ、例えば、地図が読めないアラブ人、道を聞けない日本人とかですね、まあ、いわゆるアラブ人とこう日本人の行動パターンと文化論を、についても書いてます。で、以前、実はその NHK アラビア語講座、の講師もしておりました。NHK アラビア語講座結構6年間で、まあ、以前、まあ、今はまだもちろん続いてますけれども、僕自身ではないですが、まあ、そういうメディアを通して、言葉を発信するとかですね、あるいは文化こうつな通してこうつなげていくとか、そういった方面で、いろいろ、関わっております。で、もう一つの顔があります。で、これは、通訳者として、あとは翻訳者として、これはもう学生時代からずっと、まあ、学生いる時は準プロぐらいやっていましたけれども、まあ、今も、放送通訳とか、何が言いたいかというと、この言葉は、かなり、実用的な面で、活用しています。なので実際いろんな場面で自分が学んだものを、まあ、こういうアウトプットとして通訳として当然、しておりますし、そこで、テーマの日本学び、こう常に意識してこう日本とは何か、あるいは、アラブとは何か、そういったあたりをですね、考えながらこう日本学びを深めてきているつもりで、まあ、これからも当然深めていきます。これは、自慢の写真です。まあ、中には今上皇陛下ですけれども、天皇皇后両陛下も、そういう場面もありました。なので、いろんな危険な地域も行きました。イラク、とか、まあ、今は、危険ではないけれども、まあ、以前ですね、そういう通訳有名なジャーナリストとか、そういう、こう常にこう言葉を手段とツールとして、伝えていく、表現する。まあ、結果的には今自分の大学院のこう学生に、まあ、そういうテーマで、指導したり、で、自分も論文を書いています。まあ、最後に一つの、形になっています。
自分としていろいろやられたことで最後に自分に何か、職業をつけるとすれば、私はこう言葉の職人というふうに考えています。この言葉の職人の中で、今東海大学で、留学生を指導したり、そして受け入れる体制に、関わったり、研究などもちろん日本語教育という切り口で関わることもあります。日本語を世界に普及させる、これは皆さん今見ていただいているのは、ちょっとデータが古い話になりますが、そもそも日本政府は、日本語教育あるいは日本語を世界、いろんなこう地域で推薦、推進しようと、いわゆるこう日本語教育と日本語の普及と、これはこういうふうに位置づけられているんですが、上の方はこれは平成17年、文化、外交って書いてあります。こう働くな、これこの文化外交を注目していただきたいんですけれども、精神ですね。この文化外交の大きな重要なこう柱になるのがこの言葉の普及なんです。で、多様化するその日本語学習者の目的、動機などそれに合わせてですね、いろんな教材開発とか、多分そこは日本の研究者もちろんと外国の研究者をこう、協力して、そして、当然、研究とあと教材開発に取り組んでいるんです。で、中東アラブ中東地域の、今日本語教育の状況、どういう状況かって言います。ちょっと細かい話を避けるとして、学習者はとにかく、このアラブ中東地域っていう分け方、分類の仕方、これは国際交流基金のデータなんですが、どうも、トルコ、そして、一部の国で限定的に、こう、学習者が増えてます。でも、日本語と日本に対して非常に関心が非常に高い人は多いです。まだそのニーズに応えるような状況まだ整っていないのが現状ですね。で、特に、この、中東地域の中で、このトルコはね、割と、非常に、日本語教育の拠点の一つにもなっている。最近、徐々に増えているところがアラブ中東地域ですね。アラブ、湾岸地域、すみません。アラブ首長国連邦とか、あとサウジアラビアとかですね。イランもそうなんですが。で、これちょっと飛ばしますが、はい。この動機の多様化ね。いわゆる日本語を学習する動機そのものが非常に多様に変化している。で、中東あるいはアラブ中東地域の人たちにとっては、日本は今もそうなんですが、憧れの的であって、いわゆる、非常に近代化、そして非常に模範的な、社会をこう作った国として非常に注目されている。そのためには日本に対して非常にある意味で今でも熱い眼差しがまだ続いている、関心が高いと。で、特に日本の最先端技術やこの日本文化の魅力とかですね、日本の教育とか最近非常に注目が集まっている。時々そのニュースとかもいろいろ出てきますけれども、例えばエジプトあたりでは日本の教育、取り入れる制度あるいは事業が今進行中で、そういう意味ではもう単なる物を買うだけとか最先端技術をこうだけではなく、日本のいわゆる発想とか考え方に対して非常に関心が高いということです。
で、まあ、ちなみに、その変化の中の一つ大きな目覚ましい、変化としては日本に、留学するアラブ中東地域の学生がかなり増えているということです。この10年間で、まあ、例えばサウジアラビア、UAE、カタール、まあ、その他のいわゆる、まあ、アラブあるいはベルシャ湾に、あるその、アラブの中東の湾岸地域の学生が、まあ、おそらく1000人ぐらいまでこう、まあ、累計ですけども累計で1000人ぐらいは増えたと。それに対してまだやはり、受け入れ体制がまだ非常にまだ限定的な状況です。日本語をこう勉強してそして学部に進学しようとする学生が増えている中で、まあ、改めてこの日本語をこうどのように習得していけるのか、そういう万能的な方法あるのか、あるいは今までの既存のような、教授法でいいのかなどなど課題があります。で、まあ、語学学習、の習得と効果的なアプローチというものが、まあ、この4つの技能があるのは、まあ、皆さんはご存知と思いますけれども、この、聞く、話す、読む、あるいは書くと4つの領域の習得において、まあ、この、日本語学習者の習得過程や運用力にもさまざまな特徴が当然観察されます。まあ、その原因についてはですね、この母語によって干渉されるものなのか、あるいは他の原因があるのか、あるいはその第二言語の習得としてさまざまなこういう視点や角度から、まあ、多種多様な研究が行われている。で、まあ、あの長年、まあ、語学教育に携わる、まあ、研究者としてその考えることはこの4つの能力はですねやはりバランスよく向上させることが非常に重要でということです。で、まあ、語学の習得において他の領域の能力が向上することによって、まあ、当然他の技能にこう波及効果が大きくなると言えると思います。まあ、例えばアラビア語圏の学習者の場合は、まあ、この中の4つの技能の中には比較的にやはりこう話すという技能は非常にいち早く身につけられる知恵と能力に優れていると。まあ、これにはあのアラブ人の気質が影響しているというふうに考えられているんですが、というのも、アラブ人はこう、まあ、三度の飯より話すことが非常に好きな国民です。はい。そのため、もうどうやってそのスキルをこうちゃんとこう引き出して、で学習に習得にプラスアルファに持っていくのかというのが、まあ、一つの、アプローチにいいアプローチにつながる。まあそのため、まあ、この早い段階でこう相手の発するその音の組み合わせを真似て、状況によって特定の音の、組み合わせを発することだったり、まあ、相手から一定の反応を引き出すことが得意であって、まあ、何しろ耳が非常に良いとされている。で、まあ、使える日本語を教えるよりも、まあ、これは一つの私がいわゆる日本語教育の、まあ、これから課題として考えるべきものとしてはこう教えるというよりもこうどう身につけるかまたはものにできるかを教えることが大切なのではないかと思います。まあ、学習ストラテジープラス効果的な学習、習得、これもあの別に日本語だけではないと思いますが、皆さんの中には例えば他の語学あるいは英語だったりとかですね、やはりこう学習方法アプローチを工夫することによってその学習効果が進むと、そういうことを実際あの学びの場でどのようにこう指導の中に取り込むかというのがやはり重要な意味を持ちます。まあ、ここは、さらっといきますけれども、この有名な、ね、そのハイリッヒ
シュリーマハン、まあ、の言葉がありまして、こう、まあ、彼はいろんな言語を覚えてた人なんですけど、まあ、物にできた人なんですが、このいわゆる多く音読すること、決して翻訳しないこと、毎日、まあ、勉強することとか、ね、興味ある対象について、書くことというふうに書いてありますけれども、まあ、つまり、語学学習の、鉄則っていうのは、多く読むことを、多く聞くこと、そして多く書くことですね。はい。で、この、暗記暗唱っていうのは、当然、重要なスキルの一つに、なります。まあ、この中には、翻訳しないことって書いてあるんですけれども、ここは私逆に翻訳することが大事というふうに、思ってます。ここは私が出したのがこの翻訳しない。なぜ翻訳大事にするかって言いますと、まあ、これは後ほど説明します。ここはアラビア語の母語話者と、まあ、日本語の文節音の習得、ね。簡単に言うとですね、アラビア語と日本語っていうのは当然、音の面では違いがあります。まあ、母音の数ですね。アラビア語の方が母音が多い。もちろん子音もありますけど。で、そのあたり、やはり、日本語の、特に長母音は、まあ、一番慣れない発音の、まあ、一つの癖であって、まあ、学習者として結構戸惑います。で、戸惑って、そこの、いわゆるその指導するときはいろいろ当然、工夫というものが必要になってきます。で、アプローチ的には、まあ、なんでこうまずはそこが起きるかといいますと、アラビア語には実はその長母音というものがあります。まあ、そこは母語慣習当然起きます。これはかすかに多分、教える先生もそんなに多分気にならないかもしれないけれども、伸ばすときにはいわゆる日本のアクセントの平板ではなく、最後までちょっと音を抑揚をつけてちょっと伸ばすというのがちょっとアラビア語なので、今の日本語教育の状況としてはそこは気にしなくて進みましょうみたいな話になるだろうけれども、私が思うには最初は正しくインプットされてないものがなかなかアウトプットできない、これは一つの鉄則なんですね。で、まあ、これは学習者の視点でもあり、研究者、あるいは専門家の視点でもあるんですけども。で、まあ、なので、この、まあ、大体語学習得の問題っていうのは、このサイエントペリオっていうのは、あんまりないものであって、この学習しながら、どうやってこのサイエントペリオっていうものを増やすかっていうのが大事ですね。例えば私の場合は、もちろんそのサイレントベリーというのは、これはどこから来たかというと、これは、まあ、生まれたばっかりの子供がですね、発話するまで1、4年ぐらいは、ずっとこう聞くということがあって、そういう聞くっていう期間が必要なんですね。でも今の学習状況では聞くっていう期間がそんなに多くないんですね。まあ、作っていくんですけど、何が言いたいかと、全部無理やりに作っていく。今の状況としては、ちなみに日本語教育っていうのは今は設けられた期間というのは2年間ですね。これは日本の法律で、まあ、2年3ヶ月ぐらいですけど、その間には、サイレント期間やって学習、発話、いろんなことを詰め込んでこう勉強しなきゃいけない。まあ確かにハードル高いけれども、でも目的によってはその期間が本当に足りるのかなというふうに私はちょっと疑問に思います。まあ、人間はやっぱり、まあ、私はよく今ではこのサイレント期間ペリオっていうのは、ラジオをよく使います。ラジオですね、何も発せないラジオを聞きっぱなしです。そうするとかなり効果あります。まあ、時間ちょっとね、まあ、難しいのでちょっとこう方法論的に、入りたいと思いますけれども、例えばね、こういうのを克服するためには、まあ、リコーディング法って言って、このアウトプットはね、このいわゆる語学、習得はアウトプットで変わるように、
工夫する方法としては、その学習方法としては、この、日本語の音源、例えば数回繰り返した上で、まあ、聞き込んで、そして、音読して、そしてそのテキストね、その音源を、数回ね、こう音読したり、意味を理解したり、まあ、シャドウイングするような感じですね。それはやった上で、自分がこう音読したもの、練習したものを日本語の、例えばスキットを録音する。つまり録音という方法を使って、インプットとアウトプットをバランスを取るようにする。まあ、これは結構別に新しいものではないんだけれども、ここは、私の経験の通訳者として、いわゆる通訳を育成方法で、ちょっとこう内容を工夫して、その、いわゆる学習アプローチとしてに応用する。今スマホがあって、そのスマホを使って、で、その IC レコーダーとして自分の声を取り込んだ。声を、まずは自分の声を聞くということも、もちろん、わざ一つは大事なものです。そして取り込んだものを、まあ、もちろんこれは理解した上ですよ。いわゆる聞き込んで、そして音読して、最後はこのアウトプットするためには、この IC レコーダーを使うわけです。で、自分の声を取り込む。で、取り込んだものを、もう一回聞く。で、これは一回だけじゃなくて、何度か聞く。で、聞いたものは今度は、ディクテーション、書き取りをする。書くんですね。書き、いわゆる、起こすわけですよね。そして起こしたものを、これは自分の母語に翻訳する。そして翻訳したものをもう一回、その翻訳した内容を、見ながら瞬時的にこう日本語に直して録音する。まあ、これは速攻法はないんですけども、まあ、いわゆる時間かかるものなんですが、でも、こういうのは多分どの言語をやっても効果あります。まあ、いわゆるリンテーションとアブルディケーションというのは、いわゆる自分が暗記すると、あとはそれをちゃんとそれは発するもの。まあ、ここでちょっと私書かせてもらったんですが、まあ、こういうふうに順番でいくと、まあ、最後にはこの訳したアラビア語を録音しながら日本語に戻すと。というのが目指す。こういうふうに、例えば一つのアプローチとしてやると、この、いわゆるこうアウトプットという、まあ、コンセプトとして、学習に、アプローチとして取り込めると。で、もう一つやはり日本語教育を目指すべきものっていうのは、やっぱり書くことです。みんな話すっていうのは、今日本の英語教育は話すというふうに、まあ、意識が集中してるんですけれども、語学学習っていうのは最終的に、文字ちゃんと起こせるか起こせないかと、もういわゆる文章作れるか作れないかなんです。ここは最終的なゴールなんですね。で、今はちょっと日本語教育の状況ではまだそのゴールちょっとかけ離れてるところがあって、やはり今後も例えばアカデミックを目指す、まあ、当然全員の外国人アカデミックではないので生活するだけでというのもあるかもしれないけれども、ただやはり書くという力が身につくとなると非常に上達が非常にそれからこれから自主的にできるということです。で、私がやってたまあ練習方法としては、まあ本当に5行ぐらいの文章を書き写すだけですね。これ毎日に例えば 2,3 回書く写す、週5回三色、まあそういうことじゃないけれども、結果的には、その文章どうなるかというと、覚えることになるんです。覚えたことによって文の構成、そして文型、いろんなことにね、その無意識に覚えていく。とにかくこういうのは、まあ、もちろん、中には語彙力も、いろいろこう学習する、こう工夫いろいろあると思いますけれども、まあ時間ちょっと回って、最後に何をまとめたいかって言いますと、日本語学習そのものが、いわゆる文化外交であると。で、これはぜひね、国を挙げて、取り組むべきです。
今、私仕事柄ということもあって、いろんなところに、いろんな仕事に関わることもあって、やはり今海外で日本語学習、日本語を普及というのは、ちょっと以前よりちょっと後退しているように見受けられます。これは当然、日本、いろんな組織がもちろん取り組んでいますけれども、今までよりこの外交、いわゆる市民文化とかね、文化外交においてこれから相当、重要な意味を持ちます。そういう意味では日本語でつながって日本語で話す、あるいは日本語を通して日本社会を理解する、あるいは自分の日本と何か夢を実現する、そういう、こう手段とゴール両方ですね、目指すような環境を整備しなきゃいけないんじゃないかと思います。これはもちろん政府だけじゃないけど民間でもあります。もう一つ訴えたいことは、留学生日本語を覚えたところ、これで2年間日本語を学習したことによってそれで全部身につけたわけじゃないんです。大学を受け入れる、例えば私の関わる大学の場合は、やはり受け入れるその学科、あるいは受け入れる、学部、そこから、ただ他の日本人と、揉まれるだけで日本語が増していくということにはならない。相当そこも課題があります。今までちょっと、日本人のあるいは日本社会だけで、揉まれれば良くなる、ところが揉まれるというのはもうもはや限界だと私は思います。僕自身、非常に、いろんな人を支えてもらったことによってこうやって皆さんの前で、この話をできるようになった、もあって、やはり、そういう意味では言葉の、力っていうのは、無限大というふうに私は、考えております。最後に、国立国語研究所に、この場をお借りしましてですね、こういう機会を与えてくださったことを、感謝いたします。ありがとうございました。